ンファンの駆逐艦ロンウーは戦闘もお仕事もあまり興味がなくて、でも料理についてのことでしたら何でも教えてください。どんな調理法の料理が好きですか？焼き、炊き、揚げ、炒め、炙り、蒸し、煮る、どれでも作りますよ。ゆらゆらしているサンゴが綺麗。海の中の景色がこんなに色鮮やかなんて。気に入ったならいつでも来ていいですか？指揮官さん、ありがとうございます。指揮官さん、いらっしゃったんですね。ダイビングマスクの調整をお手伝いしますよ。指揮官さんがダイビングに誘ってくださるなんて。まあ台所以外の世界も意外と楽しいですね。サンゴも他の海洋生物も大事な生態系を守るため迂闊に手で触ってはいけません。今の話は潜水艦の子たちとのおしゃべりで教わったんです。指揮官さんからのお誘いだから頑張っておしゃれをして。かわいい。ありがとうございます。美しい景色がいつまでも美しいままでいられるように、指揮官さんと一緒に周りのゴミを片付けます。こうすればいつかは海の環境を改善できますね。そろーりそろーり、サンゴに当たらないようにね。指揮官さん、麦わら帽子がどこかに流されちゃいますよ。指揮官さん、帽子を捕まえてくれるのですか？新しい任務がありますよ。ほっといて大丈夫ですか？早く片付けてきてください。私が作った点心を食べるのはそれからです。任務報酬が届きました。受け取りを忘れないでくださいね。中身は多分高級食材がいっぱい買えるくらい。指揮官さんへのメールがありますよ。読むのを忘れないで。レシピが入っている手紙もあるのかな。ん？サンゴを守るために近くでゴミ拾いをされてきたんですか？お疲れ様です。帰ったら美味しいのを作ってあげますね。指揮官さん、ロンウーの料理を分かってくれないんだ。お腹減った？グイホーゴーに丸焼きアヒルにザリガニにシャオロンパン、あとはこ
んな数の料理をどこからって？普通に取り出しましたけど。料理がうまい？ありがとうございます。じゃあもっともっと食べてみますか。フォーティアオちゃん、すましスープ白菜、それと。手間がかかりすぎるって？指揮官さんに振る舞うならこれぐらいでちょうどいいと思いますよ。どんな味付けでも好きな料理は何でも作ってあげます。料理は人を幸せにできるって聞くし、私も精一杯頑張って指揮官さんを幸せにしてあげたいです。台所にこもりがちのロンウにとって、綺麗なサンゴもその周りの環境もあまり見られないものばかり。指揮官さん、ロンウの一番大事な指揮官さんのおかげで、ロンウこんなに素敵な風景が見れた。委託組のみんなが戻ってきたみたいです。今は美味しい料理を用意できませんね。強化成功？あ、火加減がさらにうまくなったってことですね。戦闘、炒め物をするがごとく大火力で。勝ちました。これで指揮官さんともっと海の中を楽しめますね。あ、負けちゃいました。火加減をうまくできませんでしたか。玉石八珍、味は無給なり。はぁ、焦げちゃうよ。指揮官さんのすべてのご飯を美味しくヘルシーにして差し上げます。